はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。信長の野望創造戦国立志伝足利義昭でのプレイ信長包囲網を続きをやっていきたいと思います。前回ですね、松ヶ島城を信長に猛攻されたがために信長と一時的に和睦をしたんですが、それによってですね、この石部城を拠点としているこの六角が信長に攻められる。これに対して援軍を送れない。さらに浅井が守るこの鎌場城に対して、さらには浅井の本拠地小谷に対しても増援が送れないというかなり厳しい状況に逆に追い込まれました。まあ、これは外交上の敗北と言っても過言ではないかなというところなんですが、今回はこっからの巻き返しを図っていきたいと思います。で、現在ですね、実は深刻な武将不足に悩まされているところもありますので、まあ、武将をね、確保しに行きたいんですが、今近くで攻められるかつそれほど軍勢を要していないところというと、この鈴木になるんですよね。雑賀、あとはこの手取りあたりを攻めればいいのかなと思うんですが、軍勢の数がちょっと足りないかなというところもあってちょっと迷ってます。信長との停戦が明けるのがですね、あと4ヶ月あります。で、この4ヶ月間の間に兵力の回復に努めるか、もしくは鈴木を攻めて武将を確保するか、まあ、どっちかになると思うんですけど、武将の数に困ってはいるんですが、とりあえず当面信長からの侵攻を防ぐために武将の数ではなく兵力の回復に努めようかなと思ってます。で、停戦が明けたらすぐ、まあ、おそらくですね、この六角は持たないと思うんですね。この信長の家事再造2000に対してちょっと数的に持たないかなというところがあるので、一旦兵力の回復に努めます。おそらく信長の方はですね、この久喜義孝含めた増援がこの石部城に押し寄せてくると思うので、まあ、六角は滅びてもしょうがない。ただ浅井に関してはなんとか持ちこたえてもらわないと厳しいので、すぐに増援が出せるように、援軍が出せるように兵力の回復に努めるということに専念していこうと思います。表情を始めましょう。報告いたします。で、森林、まあ、材木と鉄はそれなりにあるので、ちょっとね、次のターンとかで建設で変えていこうかなと思ってます。二条五条に関しては畑とお金に変えていきます。で、石部城はやはり信長本体約5000が取り囲んでますね。石部城次のターンで多分落ちちゃうんじゃないかな。で、まず小谷城は敵の攻撃を防ぎましたね。耐久6500あるので防ぎましたが、逆にどうだ、鎌場城は厳しいか。稲葉一徹3000に対して浅井勢は600か。この朝倉隊がちゃんと浅井に対して支援をしてあげれば十分退けられるかなとは思うんですけどね。ちょっとその気配が感じられないな。で、どうだ、鈴木に関して言うと、まあ、攻めれば落とせそうな気もするけど、さっきお話したように浅井に対してすぐにでも信長との停戦明けに援軍を出してあげたいっていうのと、まあ、この石部城が信長に落とされた後すぐに石部城を足利領として奪還してあげないと、正直こんなところに信長の城があると気が気じゃないので、まあ、すぐにここの奪還作戦にも乗り出したいので、兵力の回復にやはり努めましょう。で、肝心の外交はというと、まあ、問題はないかな。
お金がないので何もできないというのはありますが、いやー、石部城も落ちるし釜場城も落ちるな、このまま行くと。で、信長がこのあとどこに向かうかですね。今の動きを見ていると、このまま行くと信長は清水山城か、浅井の清水山を狙うんだな。で、一徹はというと釜場城を落としますね。となれば味方としてはもう何ターンか兵力の回復に努めたいですね。で、基本的に各城に関してはその城主に委任して任せてますんで、こちらから細かい指示は出さないです。ですが城の改修とかはね、お金がないのはわかるんですが、きっちりやっといてほしいなという思いはあります。清水山城も信長の前には厳しいんじゃないかな。落とされるな。あっという間に落ちましたね、清水山城が。いやー、信長がいよいよ力をつけてきてるな。浅井が滅びるとかなり厳しいので、それだけはどうしても避けたいですね。各大名家にはしっかりと工作をしておきたいんですが、お金がないと。そうすると、そうか、前回材木は作り変えたんだな。であれば投資をしてちょっとでもお金を増やしておきたいところですけどね。連合も対信長連合は組めないので、まあしょうがないかな。よし、じゃあこれでターンを送っていきましょう。信長との停戦が明けるのか、多分次の1ヶ月で切れますね。うんうん、よし。そしたらすぐにでも軍勢を派遣できるように用意しておきましょう。停戦明けと同時にまずは清水山城の奪還作戦に入らないとまずいですね。出陣するぞ。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。まずはとはいえこっちだよな、石部城が邪魔くさいので石部城を落としましょう。で、同時に御所から この左近奥に奥義一銭持ちっていうね、かなり豪華な布陣で清水山を取りましょう。で、 できればこの長野城も取りたいんですけどね、まあ、長野城に関してはちょっと様子見をしておきましょう。当たる者のみ後に続け。信長の出陣の下地が出たな。5600が飯田城を攻めるか。よし、いいぞ。ついに信長と武田が正面からぶつかるな。これはかなり大きいですね。長秀2400か。これに対してはちょっと増援を出しておかないと心配だな。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。それでは参りましょうか。表情を始めましょう。報告いたします。
で、実は今戦力的にどうだ？信長は武田侵攻作戦中で飯田城で激突中だよね。勝家はじめ信長本体も出てるし、一徹も出てて、実はここ今戦力的な空白が起きてるな。どうだろう、今のうちにこの長野城取れるんじゃないか。我が策、戦場を制す。皆、我に続け。ちょっと無茶してる感じもするけど、早々にケリをつけましょう。よし、石部城は取ったね。石部城を取った部隊は早々に引き上げましょう。で、おそらくこのまま行けば左近の部隊、御所から出した部隊だけで清水山城は容易に奪還できそうですね。なので騎乗させましょう。お、織田長益を捕獲したな。織田信次に信広、この辺りも捕獲してますね。いやー、この辺りは処分しておきましょう。始めましょう。報告いたします。先月の収支です。まあ、思わぬ形で武将の補充ができましたね。でだ、この石部城を誰に与えるか。まあ、ここは藤高かな。よく尽くしてくれてますしね、能力も高いし。信長の増援が来てるな。ここは足止めできなそうだな。部隊を引かせるべきじゃなかったっていうことかな、そうなると。ただもう手遅れなので、一旦戻しましょう、部隊を。承知いたしました。で、なんとかしてこの長野城は取っちゃいたい。早速長益を派遣しましょう。お金がないな、本当に。お金がないんで、金になるようなことをしていきましょう。よし、こんなところでいいかな。これでちょっと一旦送っていきましょうか。よし、長野城はちょっと見えてきたな。で、危ないのがこっちか。蒲生氏郷1800。鈴木がどう動くかだな。鈴木が変な動きをしなければ目処は立つな。表情を始めましょう。報告いたします。
違う違う、治療を与えなきゃいけなかったんだ。間違えましたね。長野城はちょっと見えてきたかな。何ここで、来るとは思ったけど変なタイミングで来たな。やっぱり持ちこたえられるか。3589。音羽城は最前線なので返した方がいいよね。で桐山御所の部隊を差し向けましょう。で意外と危ないのがこっちなんだよね。野牛も来てるのか。ここは一気に回線で決めに行きましょう。城の守りはまだ固いな。六角も信長の家臣に甘んじてるな。解放してやろう。まあ、そのうち敵の増援がやってくるんじゃないかなと思うので。来たな、野牛だ。敵城門突破しました。引き承知いたしました。続きなさい。城門を破壊しました。逃げたければ逃げなさい。ここは引きます。お任せください。参るぞ。続きなさい。逃げるなら今のうちよ。我が道を開けよ。引け。何、奥義一斉の効果がいまいち効いてこないな。乱戦に持ち込めてなかったかな。敵城門突破しました。まあ、だいぶ兵力は失ったけど清水山城は奪還しましたね。逃げたければ逃げなさい。よし、早急に引きましょう。で怖いのがここなんだよな。滝川一正が来てるのか。危険だな。相当に危険だ。光秀も来てるのか。出陣するぞ。いろいろと危険な香りがしてきてるな。浅井が小谷城防衛戦の要請が来てますね。まあ、小谷城防衛戦は加勢した方がいいけど、一鉄の4400か、かなり厳しいな。
武将の数も足りてないし。今攻められているのが、清水山城、これに信長軍が迫っているというのと、長野城にも、信長軍が迫っています。で、小谷城が攻撃を受けるというので浅井から援軍の要請、さらに鈴木に攻められているのがこの戸市城か。なるほど、停戦しましょう。そしたら、いや、三好に停戦要求すると残り5ヶ月で切れるって考えると無理だな。いや、ここは耐えるしかないか。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。朝廷外交状況はどうなってる。朝廷の外交やってなかったんだな。急いでやらないと。あとは配属移動で御所だな。御所を地業で与えていきましょう。まあ、細川藤高隊は今後幕府を支えていってもらわなきゃいけないですからね。で、与力で細川に何か武将を出してあげましょう。こんなところかな。まあ、鈴木に城を奪われるわけにはいかないですからね。各場所での戦闘状況を見ておくと、まずは清水山城に対しては稲葉一徹4400に対して細川藤高3100か。まあ、一徹相手でかつ清水山城があるって考えると、なんとか防衛しなきゃいけないし、防衛しましょう。最悪石部城から軍勢を出します。で、非常します。こちらの長野城の防衛戦に関して言うと有利には展開してますね。ただ増援の気配あり、しかも信長自ら来てる長野城、こっちの方が危ないな。で、こちらはというと鈴木と交戦してる部隊はちょっと危ないな。部隊数がちょっと足りてないっていうのと、軍勢の数でも不足気味。なるほど。ってなると御所から4310、これを清水山城の防衛戦に出すのではなく対鈴木戦線に出しましょう。で、一式を兵糧不足で出せないか。軍勢がこんなこともあるんだな。ちょっと困りましたね。どうだ、この4200をどっちに出すか。いやー、非常に悩ましいな。
いや、本当に悩ましいところですね、ここは。どっちに出すべきなんだろう。信長の7000、信長が加わると長野城の攻防戦は7000相手に戦わなきゃいけなくなりますね。信長がしかも来る。厳しいな。ちょっと待ってくださいね。そうすると援軍の要請を出しましょう。援軍で清水山城に対しては朝倉に援軍の要請を出しましょう。で、本願寺に対しては、いやー、援軍が出してもらえないか。厳しい状況だな。ただそれによって御所の軍勢をこっちの長野城に回せるようになりましたね。よし、これでいいでしょう。お味方が捕らえられました。マジか、誰が捕らえられた。ご命令くだされ、報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。浪人がいるということなんで浪人を登用したいけど、金が足りないって浪人も雇えないのか。信長が来てる。非常する。よし、ここもなんとか蹴りはつきそうだな。で、挟み撃ちにできているので一徹も迎撃できそうだな。問題は長野城だ。あとは対鈴木戦線だな。まあ見えてはきた。出陣します。始めろ。待機せよ。お味方が討ち死にしました。何、取り囲まれました。さすが信長だな。しかも朝倉は何をしてる。早く来てくれ、城が落ちるぞ。森田常雲が討ち死にってかなり痛いな。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。まずは浪人を登用しましょう。で、さらに新たに治療を与えていかなきゃいけなくなったな。楠木正虎にするかな。よし、そうしましょう。では森田常雲の後は楠木に任せましょう。信長に相対している左近はこのまま信長を迎撃できるとして、なんとか鈴木隊も迎撃に成功したな。で、一徹が囲んでるここに関しては朝倉から援軍が届く。よし、なんとか防衛はできそうだな。みんな我に続け。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。
金不足だな。この外交でなんとかその成り立たせようとするとお金がかなりかかりますね。まあ、全ては金次第ってところか。よし、一旦敵を退けたので、これでまた軍勢の回復に努めましょう。鈴木をなんとか丸め込まないと、鈴木と信長同時に戦うのはかなり苦しいな。で、拠点の数はただその信長軍が攻め取った石部城、さらに清水山城を、足利として奪還したので拠点の数は増えてますね。ただ兵力がだいぶ減ってる。このままいくとかなりまずいな。かつ飯田城は信長に取られたのか。これは上杉とちょっと同盟をして、上杉も信長を攻めるような環境を作った方がいいかもしれないな。まあ全ては金次第ですね。はい、というところで、30分過ぎましたので今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。